よいしょ。よいしょ。ちょ。みーちゃん、行くよ。しっかり行こう。いいよね。あー、すごい天気がいい。めちゃくちゃ暑いね。うん、行こう。うん、行かないよ、そっちは。こっち。こっちの奈良桑さんの方、早速、入っていきたいと思います。めちゃくちゃ暑いね。行こう。よいしょ。ここが入り口です。よいしょ。行くよ。おっ、じゃあ閉じこもっちゃった。おいで。はい。いや。よし、行こう。よし、行こう。いいよ、中入っても。こっち。よいしょ。はい、それでは、今回は奈良桑さんでのレーティング、80ミリを超える個体を5頭ほど持っていきましたので、その中から、まあ3頭ほどね、選んで今回動画にしました。大型個体のオオクワガタ。果たしてどんな点数が出るのか、それでは早速見ていただきましょう。はい、それでは早速奈良桑さん入ってきました。こちらがスーパー N カップ奈良は川西限定のところ。もうだいぶね、半年も経過して、ずらっと並んでおります。で、皆さんが見たいところはちょっと最後の方持っていきまして、こちらに置いてあります。採点の方よろしくお願いします。まずはこちら、奈良は ×PT 川西からお願いいたします。はい、よし、来ました。おお、なかなかかっこいいじゃねえですか。なかなかいい80ミリオーバーのものを今回は持ってきました。はいはい、まずは1投目からです。よしよし、 H 率がちょっと足んなそうだね。そうなんですよね。なんか、はい、TT 入れるとすごい細長いくて、はい、足りなくなっちゃうようなイメージがちょっとありますね、うん、まあ本当両者のね、いいとこ取りをしてくれれば理想なんですけど、うん、私はめちゃくちゃかっこいいと思います、はい、ありがとうございます。84.19。 84.19、 3388を引きます。お、33を引きます。5031、これね、記載していただいてますとかね。そう、上半身率ですね。はいはい、頭の方ね。2858。2858、やっぱりね、ちょっと細いです。やっぱりこの84とかあれば、うん、頭の方29mm、 29は絶対欲しい感じですね。絶対欲しいところですね。ただまあこれもほらレーティングで点数を出すならっていうことで、全長を出したいなら別にここ細くても全然いいので、うん、はいはい、長さを求めるんだったら全然大丈夫だと思いますね。はい、大丈夫です。はい、28の頭で全長を求めるってなると、やっぱり85以上、86ぐらいあった方がいいってことですかね。まあそうですね、もうスリムでもいいから全長でめちゃくちゃ出すと、はい、点数稼ぎたいよって場合は、はい、顎の基部の部分ですね。はい、この方がかっこよく見えた理由はね、はい、顎のやっぱ付け根のところの太さがあるからなんですよ、うん。あ、そうなんですね。はい、あの虫はスリムなんですけど、はいはいはい、うん、内側のやっぱ水かきがすごくあるので、ここが、はい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 、6点にあるってことですね。だからとても、うん、あのパワーがあるように見えました。ただ C 率もめちゃくちゃ良かったわけではなく、まんべんなく足りない。サイズはでかいけどまんべんなく足りない。はい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 、わかりました。まんべんなく足りないので虫はそんなにいびつには見えないからかっこ悪くないんだわ。あー、まあ標準っていう感じですかね。そうですね、うん、はい、さあじゃあとにかくこいつからまず出してみましょう、ね、まずチャンピオンシップでまず1投目ですからね。はい、今年、ね、今年1投目です。
H 率は痛い。445037。445。まあでも一発目で445だったらまだ大丈夫かな。うん。445037しょっぱなですね。一応これも写真撮っておきますね。はい、お願いします。あ、止まってくんないタイプだなこいつ。いや、はい、それでは1投目終わりですね、はい、はい、まずはこちら計測していただいた1投目の答えになります。この子ですね、めちゃくちゃ夢旅地的には大きく成長してくれた子なんですけれども、やっぱりこうパッと見た感じ、頭の幅少し足りないかなと。そしてお尻もですね、結構こう長めに出てしまっている。レーティングでやっぱ結果を残したいというんであれば、この頭の幅をもうちょっと広く、そしてお尻はスマートにさせてあげることによって高得点出るんじゃないかなと思います。やはりですね、サイズだけじゃない、この見た目形をですね整えていくっていう、そういうレーティングの楽しさありますよね。まずは1投目84ミリからの430点、なかなかのスコアでしたので、さらにねここから点数上げていきたいと思います。よいしょ、それじゃあ2投目お願いします。こちらは奈良場川西ですね。お、本家と奈良場川西をかけたやつです。バーが逆になってる。本当だ。あ、それバーが逆になってたんですね。はい。あ、だから開けにくかったんだ。いや。よいしょ。まあ今回ちょっとちっちゃいんですけど、はい、形的には結構いいかなっていう。さっきのよりは、はい、H 率はさっきのよりはいいとはもちろん思いますけど、はい、全長が全然小さいので、さっきの点超えられるかはちょっと微妙ですね。そうですね。します。はい。いや本当になんか。奈良は川西家が不全だらけで、わかります、本当に羽パカとかそういうのしか出てきてないんですよ。今計測してもらってるやつもやっぱり上肢の部分、はい、このボコボコってこうなっちゃってるんですよね。出ますよね。本当にね、その奈良川西をそこそこでかくして完全に返すことってすごく難易度が高いと思います。そうですよね。345だからは私がいつも、ブログで絶賛するのですが、はい、やっぱり元木さんが、うん、モンスター個体をですね、はい、ガンガン完品で浮かさせてくるのはすげえなと。そうですよね。もうちゃんと浮かしてくることだけでも十分すごいのに、はい、それでいてね、やっぱりトップランクの答え出してくるからすごいなといつも思います、うん、あ、351ですね。あ、先ほど上がりましたね、はい、うんうん、先ほどのはやっぱり3割3分9厘と非常に厳しい数値だったんですけど、はい、今度は一応奈良場だったら合格ですよの3割5分ですね。あ、よかったです、はい、あ、奈良場なら合格ラインっていうのがあるんですね。H 率奈良場なら絶対死守したいラインが3割5分なんです。あ、そうギリギリ。H が 28.28、 C 長が 48.12、 436.081、 436.436081。 はい、あ、やっぱ低いっすね。よし、でも、うん、でもよく見てほしいのは、はい、最初の答えよりサイズは4ミリぐらい小さいのに、うん、そうですね、スコアは互角になってきてるんですよ、はい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 、10点差以内なんですね、うんうんうん、っていうことはそのいかに スタイルが、はい、スタイルが良ければサイズが小さくてもちゃんと盛り返すという、うん、そうですね、これ正面になってますね。はい、はい、出ました。はい、ということでこちら奈良は本家×奈良は川西になります。やはりこの子はですね、しっかりと特徴出てます。奈良は川西っていうなんか
雰囲気っていうんですかね、うん、形はやっぱりこう出てるなと。このムキムキ感、ただサイズが80ミリということで、もうなんだろう、83とか85くらいの個体と比べてしまうと全然目劣りしてしまうんですけれども、やはりこういうスタイル、このムキムキ感を残しつつ伸ばしていく、長さだけじゃなくて幅も一緒に出していくっていうところがポイントなのかなと。まあ430点超えていますので、とりあえずまあ夢食べ時的には合格ラインかなと思います。いやでもかっこいいですよね、見た目はね。うん、それじゃあ次の答え見ていきましょう。それでは3投目、こちらはのせば IG のシークレットラインになります。これはちょっとね、あ、結構モリモリな本当だ YG 君なので期待したいなと思うんですけども、はい、どうだろう。はい、まあ一応今日の一番スコアはいくんじゃないですか、はい、今日一番のスコアにはなると思いますけど、うん、結構重量感ある答えだったので、はい、これはね、鍵を握るのは、はい、H 率がどれぐらいあるかです。奈良のように H 率がすごいことを期待するんじゃなくて、うんうん、はい、YG なりの率を持っていて、うん、それで一輪でも伸ばせれば、はい、そこそこ出るんじゃないかなと。はい、お願いします。去年ね、450超えたことなかったんで、あ、450ちょっと超えたぐらい、ね、455ぐらいですよね、うん、はい、あ、これはお願いします。8506 8506 H 率が3割3分台にずっこけちゃうと、はい、せっかくあるサイズもダメになっちゃうんですね、うん、ちょっとね、宝の持ち腐れになっちゃうので、はい、この個体に期待するのは3割4分0輪を超えてどれぐらいプラスがあるかですね、はいはい、8506、あ、それも出ましたね。お、いいっすね。C 調もまずまずいいと思います。はいはいはい、あの顎、この子も長いんで、うんうんうん、上半身調は結構出ました。はい、そうそう、2962、よしよし、2962、いいですね。まずまずですね、はい、今までの中でやっぱりダントツでスコアいいですね。これはもうゆめちゃんの自己ベストになるんじゃないですか。来ますかね。はい、ゆめちゃんの自己ベスト出ると思います。これも顎もパーツパワーがあります。 6.3、 はい、ぞ、おおおおお、どうです、 OKOKOK、 3割4分8輪、これはでかい。いいですか。これはでかい。よし、もう自己ベスト間違いなし。450超えていく可能性が高い。軽くいきます。よし、 51.56 きた、どう、486.060。マジっすか、すごいっすね。行きましたね。やっとやっとやっと。480って言った、行きましたね。486060。あ、来たー。俺的にはめちゃくちゃ嬉しいですけどね。480の壁を超えましたね。超えましたね。やりました。去年から比べると30点以上オーバーでしょ。そうですね、伸ばしましたね、だいぶ。うん、わ、これなら間違いなくチャンピオンシップ残れます。残れますね。いや、残れます。よかったー。うん、やっぱり H 率が3割4分8輪あったことが大きいです。はいはいはい、よかった。ね、全長に対してどれだけやっぱ幅があるかっていうのがね、はい、うんうん、うちの考え方ですから。はい、素晴らしい素晴らしい。よかったー、 YG。はい、うん、いいかったですね。はい、じゃあ見事ですね。ありがとうございます、強かったです。はいはい、ということでレーティングしてまいりました。どうだったでしょうか。かなり夢食べじは高得点出せたなと思っています。やはりこう大型な大クワガタ、サイズだけじゃなくて形もこだわりたい。そしてあのレーティングをすることによって亡くなった後標本した成虫の横にレーティングスコアを置いていくことによって、このなんか亡くなった後の縮みとか
そういうところも気にせずに、あ、これくらいのサイズ出てたんだよなこの子っていうのが分かる、そういうためのこう重要な証かなとゆめたべじゃ思っております。そして今回ですね、奈良桑さんの方に行ってきたんですけれども、奈良桑の店頭に伺いする際は一度ゆめたべじの概要欄にも URL 貼り付けておきますので、ブログの方を確認してもらって、営業状態今やっているのかやっていないのか、あとはレーティングができるのかできないのか、そういった細かなことをブログに書いてありますので、一度目を通してから来店するようにお願いいたします。現在はレーティングの計測中止していまして、一応9月からはレーティング再開するような感じのことをブログには書いてあるんですけれども、実際始まるのはいつからかわからないので、そこら辺間違わないように確認していただければなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆめたべじのチャンネルではたくさんの情報、そして楽しい動画これからも投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメント残していってください。それじゃあまたね、バイバイ。ゆっちゃん最後まで出てこなかったね。見て一生懸命笑う。